どこにでもいる普通の高校生である僕の隣には、美人で勉強もできる学校一の有名人が座っている。しかも彼女は魔法使いでした。うちの学校魔女の名門校だし。そんなことより高宮君、明日はテストよ。私がつきっきりで勉強を見てあげる。可愛い魔女たちが盛りだくさんのラブコメディ、ウィッチクラフトワークス、2014年1月放送スタート。魔女って変わっている人多いね。